このチームの強みは日々肉体を鍛えているフィジカルです。私たちのチームは全員が現役自衛官であり、全国自衛隊サッカー大会で数多くの優勝を経験したメンバーが主体で構成されています。このチームの選手には関東大学リーグ、また全国高校サッカー選手権にも出場している人もいます。そしてフットサルの世界大会にも出場した選手もいますし、 J クラブの下部組織で活躍した選手もいます。やっぱり仕事柄力強いというイメージが皆さんにあると思いますし、私たちも日々訓練して心身ともに鍛えております。なので諦めないプレー、そしてまた力強く戦っている姿などを見てもらえたらなと思います。私たちは公務員なので優勝賞金などはもらえませんし、もらわないで、とにかく優勝を勝ち取った時にはその雰囲気、その勝利をみんなで分かち合いたいなと。この大会にかける思いとしては、この大会を目標にモチベーションを高く持ち、仕事もサッカーも充実して日々の生活を過ごしたいなと思っております。全力そこは今までお世話になった家族、先生、上司などに活躍している姿を見てもらいたいなと思っております。意気込みとしては、守ることが職業柄得意ではありますが、今回は相手のゴールを優勝を目指したいと思います。絶対優勝、相手のゴールを目指しどんどん攻めて優勝を目指したいと思います。使ってもらっていいと NG し、これはクソダサいです。いや、いいでしょ。